名古屋城を築城した福川次郎三郎家康である。さあ、わしが生まれし場所は尾張国は隣の三河国は岡崎に生まれた。それも岡崎城内かな。そう、わしと福川家康はな、松平党の当主の嫡男として生まれたがゆえに、まあ、将来を一部嘱望されておくということじゃな。しかしながら我が父上は弱いにして26歳ほどかのわしが7歳の頃に亡くなった。家臣に殺されてまった。がゆえにのわしが7歳から当主なんじゃな。ゆえに岡崎城城主であると同時にわしは当主なんじゃな。そんな当主、どういったことを考えながら暮らしておったかというと、わしを取り巻くより多くの者たちが幸せになるようにというふうに教育をされたわけなんだな。さあ、わしと福川家康は幸運にもこの名古屋城がそびえ立つということは、そう、この築城時は戦国末期である。100年続いた恩義の乱がようやく終えようとした時、わしは非常に嬉しく思う。この大きなうねりを一旦止めて平和という流れに変える。これはな、戦国武将の中でもなかなか勝ち入ることができなんだ瞬間である。さて、現世は400年経ってこのように名古屋城を行楽地として選んで集ってきてくれる者たちが多い。これもまたわしにとっては嬉しいことだな。さあ、そんな行楽地にはいろんなものがやってくるわな。例えばそこにおる女子は先ほどブラジルから来たと申したな。よく来てくれた、ありがとうと。その他にもおそらくは全国よくは浦々より立ってまいった者たちがおるじゃろう。さあ、愛知県内からやってきたよちもてもうかろうな。では愛知県外から、そんなにもおる。なよか、お主はどこからじゃ。広島、秋の国の方の広島か。ん、ビンゴの方か。さようか。さあ、他には先ほど目が上がって思ったものは誰じゃ。お主はどこからじゃ。ああ、なるほどな。今日の都、すまんな、3つくらい前から聞こえとった。さあ、このようにな、いろんなとこからやってきてくれるということなんじゃな。それはなぜか、それだけ魅力があるとわしらは思いたいわけだな。魅力と申せば観光地であるな。の光り輝くものを見るわけだ。そう、その土地土地にあるな、光りさすものを見て、そして光り輝く体験に変えるというのが観光である。その中でもやはり最も大きく、そのきらめきも華やかに光るのはこの名古屋城の金のシャチホコじゃな。ちょうど今の時間はな、向かって左手のメスのな、このヒレの部分がキラッと光る時間帯じゃな。やはり このように西日が差すと綺麗なわけじゃな。どんだけでも見てられるわ。さあ、この名古屋城はの金のシャチホコというじゃろ。この金というのはもともとな、薄く伸ばすことができる。例えば 1g あるだけでおそらくは伸ばせばお主たち全員入れるぐらいの広さに広がるわけ。 1g 出ちゃうぞ。すごいとは思わんか。そんな金を、金箔ではなく金のごと使っとるのがこの名古屋城の金の城。おう、ゆえにな、チートしました。あの足利の有名な金閣寺、金閣寺の金よりもたくさん使ったのに。ああ、それだけ金が使ってあるということは権力の象徴である。なぜ権力の象徴があのように上に乗っかっとるか。それはな、我が徳川の世は力強い経済でもって
皆々と共に平和を謳歌いたしたいというのは、そういった我が願いが込められている。さて、金という話をいたしたが、この日の本には実は金がたくさんあるわけ。一時は世界中で一番の金や銀が出たのはこの日の本じゃ。おう、ゆえにな、実は日の本というのは今でこそ地下資源が少ないと申された。しかしそうではないのじゃ。もうたくさん使ってしまったというところなんじゃな。その亡くなった暁にはどういたすか。今度はの掘り起こすんではなく、また掘り起こしたもの、もしくは外からやってくるものをより良いものに変化させるということなんじゃな。さあ、この終わり国名古屋の地というのは大きな港が名古屋港と申してな。名古屋港の一つは、名古屋港の面積はなんとこの名古屋市内の4分の1にあたる。それぐらい広いわ。この広い港、何をいたしておるか。そう、貿易じゃ。そしてのただ単に貿易ではなく、この日の本の数多ある港の中で一番銭のやり取りが極端に大きな港なんじゃ。故にのつい数年前まではな、なんと日の本の貿易黒字半分以上名古屋港だけで出しておる。それぐらいの巨大な港である。そういった港というのはな、我ら戦国の世でもな、とても大切なものである。そしてこの港の一つは熱田という場所だな。熱田という場所を聞いたことがあるもの、手を下げよ。知らんの。引っかかったな。さあ、わしが話しとるだけでお主たちは聞く側、もちろん聞くだけでよいのだが、抜かるでないぞ。分かったの。いつ何時わしが引っ掛けてくるか分からない。そうじゃろ。さあ、そしてあそこにいるのは太閤秀臣秀吉とのこの大々の色の甲冑をまとわれて、そして金がついた陣羽織を召されておる。そしてその背中にはなんと富士山の絵柄が、背中には富士山の絵柄が書いてあったと思うんじゃが、誰の話をしてるの。いや秀吉殿、秀吉殿、やめてくだされ。わしとしたことがこんな間違いを起こすとは申し訳ござらん。なんでこんな間違いをわしはしたんでしょうか。こんな知るか、これ向けるわ。もうマイクという適正機能。そのああ、もう一回やってちょうよ、もう一回やってちょうよ。こうなるんじゃ。豊臣家をバカにするとこうなるぞ。センスをかじられる。もう一切いたしません。申し訳ございません。さあ、豊臣秀吉。終わっちゃう。死にやっとるじゃん、しわざとらしいの。さあ、なぜわしはこのように間違えたのでしょうか。返す。破損したんじゃって、あの触るな。わしがチクチク縫うんじゃから。破損、そんな破損した甲冑身にまとっとる場合ではないです。おねしに言われたんだよ。これな、これ破損じゃ。これ見てちょうよ、これダメじゃん、もう。いや、秀吉の破損と思いきや違います、ダメージ加工です。人生で流行っとるな。よくありますな。よく下半身に見られますぞ。少しこう痛みを出して。そうじゃな。そうすると年齢の上の者が、そんな破れな、この履いてチチ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 
すごい。そうそうそう、見てください、これはさ、ダメージ加工なるものですよ。ああ、そうか、現世の流行り。ああ、これは現世の流行りなんでしょうか。おお、もしこれやって楽しいか。今ヒヤッとしたぞ。全国の広本がヒヤッとしたぞ。広本は各地にあるから。流せそこは。何分真面目か。そこは真面目か。広本の者たちがザワつく。いやいや、異国の者たちもザワつくか。よう来てくれたな。ハローヘア。How do you like my Nagoya Castle? Where are you people from? Switzerland. Isn't it too hot for you people coming from? It's okay. Please enjoy yourself. さあ、このようにな、異国の者たちもたくさんやってきとるという先ほど話をいたしたんですが、そのように。ああ、そうか。さよう。それで名古屋の町の話、名古屋城の話、そして人々の話を一通りいたしました。そして秀吉殿が参られ、人違いをいたし、恥じられ、抜かれ、抜刀され、今にも、なうっていうやつやの。いや、それはわからんです。どうし、ダメージとか言っとってくのはわからんのか。もうええよ。もうええ。なうって言うんじゃ、今のケースのものは。名古屋城なうって言うんじゃ。名古屋城なう。ああ、うまいの。もうちょっと伸ばしたいかもしれない。なう。名古屋城なう。ああ。素晴らしい。こういう感じやろ、現世のものは。のあ、そうみたいです。あれ、わし反応で大体わかりますか。うん、そうですね。バレた。やりよるな、おぬしです。まずバレた。それは、説明される前に実はもともと知っておったから。そうじゃな。まあ、こんな感じなの。どんな感じ。何か話をした後にこんな感じで要約する言葉ですよ。何もなしをどうやって要約するんですか。いや、もうお主と座談するともう来た時でもうお腹いっぱいやねん。お腹いっぱい。ああ、徳川家康なるじゃの。ああ、お腹いっぱい。もうええかの絡み。ああ、なるほど。もう喋らんで。いや、しかしわしは先ほどまで、つい先ほどまで真面目な話しとったわな。おお。例えばどういう話をされてるか。名古屋の話、名古屋の街の話、魅力発信の話、うん、名古屋城という近くの話、大きいの社長校の話、人々の話、うん、真面目じゃな。しろ。わし、いつも食べ物の話しよう。食べ物か、天気の話か、子飼いの不動の話です。ああ、そうじゃそうじゃ、子飼いの清正の話か、まあ、親方様の話か、まあ、時折お主の話をしようじゃないかの。あ、わしの。お待たせもしました。お主、そうなん、言ってちょうよ。あ、今参りました。今参った。あの、子飼いの。そうなんじゃ、そこでピンときたんじゃ。瞬間に、うん、子飼いのって言った時にチラッと向こう見たから、なんじゃろうなと思って、で、話進めようかなと思ったら気配するかと思ったら、子飼いが多いんですよ。なんじゃって。左の方向。分かっとる。わしが言っとるのは、わしが喋っとるのになぜ向こう向いとるんじゃってこと。あ、三好殿と清正の会話を始められるかな。いやいや、そんなに内密に喋っとらんでの。別に左向かんでもええぞ。確かに。こうやって混ざればいいんじゃないか。の。はい。なんで息が。なぜでしょうか。暑いからかもしれない。ん？なんじゃ？水。これ熊谷地震。おうおう。秀吉もありますわ。あー、喉乾いたー。
がうまいの。僕はその水は飲んだか。飲みもした。あ、そうか。暑いからな、水分補給はしっかりせよ。ああ、誤解からしてこういう話しとるわしはどう思う。探り合いだな。こう見えないとこでパーンってなって、南南にも見えてる。さすがじゃないか。ああ、いや、さすがじゃない。今聞こえたな。あ、良いのです。あ、良いのです。聞こえないようにでしょ。あ、そうか。音通か。音通か。裏で裏で聞こえます。ああ。どうしらの。寝首をかかれるでね、あそ。それが徳川家に対抗するすべです。そうだな。どうした徳川殿。何ですかもう。どうした。いやいや、二人で会話をするためのき何か邪魔をいたしたから。いや、あのな、なんでお主気にしとるのか。豊臣家に挟まれたお主、わし徳川家じゃからなって、気にしてちょっと距離があるのか。ああ、なるほど。なんか現世で言うこうのアベックっちゅうかなっちゅうんじゃ、カップルっちゅうのか、こうおるじゃろ、二人で歩いとって友達としてこう来ちゃったって感じ。雰囲気的に。わしらがもうえりゃ仲良くて、お主でも全然ちょっと知らんけど呼ばれたから来たみたいな感じは。なんか、火曜なことをします。拙者とて。三英傑が本来そろい踏みするところに割って入っちゃったって。ああ、まことじゃな。信長様がここにおられれば、郷土三英傑そろい踏みというところですが、あ、これがですな、このカラバン見た時の、あれ信長はっていうあの言葉、あ、よくある。なるな。全員よくあると思います。信長はとかいうの聞かれる。確かに。ああ、今その状態か。これ3人揃った時のこの1人このちょっとこう遅れてきたか、年齢的にだいぶ遅れてきたか。そうじゃない。それが少し気遅れにつながり、そして会話にもまあ前向きには参加どうしてもしにくいということがあるな。もう全然気にしないけどな。これ結構ありがたいく存じまするが、うん、内心実はそういう器具を、ああ器具をしとるのか、気づかなかったの。え、これわしどうしたらいいの。そんなこと言われたらわしどうしたらいいの。いや、その器具は拙者が一人で鼻ほじほじ鼻ほじほじダメじゃない。耳ほじほじする地と移動しただけだ。秀吉殿、なんじゃ。これは、心の距離が近づいた証ではない。あ、そうなのか。やはりそのような気苦労もあるけれども、なるべく苦労しますね。緊張感。いやあら、ちょっと背中に大きいなんか。踏んじゃない。わしの陣回りは踏んじゃない。これは溶岩を表しとるんじゃ。溶岩。おお、富士山が噴火しとるじゃろ。富士山が噴火。いや、俺力入れた。富士山の前でぶつかり稽古は。誰がぶつかり稽古。まだですと。誰が可愛がられとるんだ。名古屋場所でももうすぐですな。おお、そうじゃな。そうじゃな。期待も高まるところ。ああ、そうじゃな。我ら武将陣も。大いに鍛錬として奨励をいたした。さようさよう。我が軍でも奨励をいたした。主の軍でもそうらしいよ。さようですな。休日にはとにかく相撲でもやります。余暇の楽しみとして、相撲などをやるがよいと。本日は日曜日、休日ということで
大相撲名古屋城場所開催開催おお。いいんじゃないか。東京に来てもらえますか。もういいぞ。今からいたします。もういいぞ。いやでもやめましょうと。これおそらくこれが太鼓殿下に引っかかって。オン顔に傷がついて。ははは。申し訳ございません。わしの顔に傷をつけるぬるいこと言っとるのおぉマジでバギバギバギ顔で顔でせめてヒゲでやるわ実際のところはその、あの優しくヒゲがサッとなるくらいいやまあ、あなんか大丈夫でござるかっていう感じになるだけじゃな、たぶんあれ、あの人たちは厳選現世で申しますとさ、あの髪型ですか、うん、西のな、ああそうですか、あれがあの、うん、唯一と言ってもいいところですが、こう武士の気分をちょっとこう残してるというところがございまするな、よくよく考えると確かに、あの大一丁が残せるという、確かにそうじゃな、あれだからみんなあの明治に入る。ザンザンザンと残髪をしていった中で、あれやっぱりああいうのもやっぱりその工夫の中でなくしていったらいいんじゃないかという話も一度出たそうです。なるほどな。出たけれども、いやあれはっていうことで、あそこだけ残した。確かに力士だけ残した。力士は物の風の中でも体の大きなものはな、力士としての実は戦にも参加しておったのじゃ。ああ、故に、まあ、当時は今で申すところの大男であるとかな、力持ちであるようなものだったが、だんだんとこう、濃く体型立てられていったわけじゃな。故に、そういったものが体型として保護されたというふうに考えてもよかろうな。あれ、うん、どう、大丈夫か。いや、大丈夫大丈夫と言うときは大丈夫そうにしてくれんか。余計心配いたす、なんじゃ。我々が生きただいぶ後の時代ではございますが、その江戸時代にあのペリーという人が、ああ国を開けなさいじゃないですか。そういうですか。それはペリーのモノマネをいたすか、ペリーのモノマネで現世のものですか。本人ではないです。あれペリーじゃないのか。あのものはペリーじゃないか。あれは関根勤長大国しなさいのやつは違う。違います。違います。そうです。あ、そう、いや、お主、面白いけど、声小さいな今日通りませんね、声もう、なんでじゃろうな、なんでじゃろう。まあ、というように、こう、大銀杏が残っとるということは、要するに曲げを言っても良いよ、というそういう証ですね。特権であるな。それが、その、残されたという。で、その、ペリーテープやってまいった1853年1853年頃だよ。その辺りか。そうじゃない。誰ぞ詳しいの。1853年だったと思われます。誰が来たの。そうじゃない。あったのか。ペリーって言うとこ。あ、ペリーって言うとこね。やってまいった時に宮本がこういろいろなものを見るでは。おうほう。で、大層驚いたそうですな、やっぱりこの力士というものを見て。ああ、なんてじゃ。いや、この宮本のものは基本的に体が小さい。おうほうほう。あのような大きなものがいるかと。しかもすごいこう力持ちであるということで、ちょっとこれはということで、一回帰りました。自分がやってないと一回帰って言って、ちょっとまた再びやってきた時に、ボクサーのものを連れてきた。あーはーはー。遅刻からで戦わせたらしいです。刀剣士だな。そうですね。でそのものを戦わせたらしいです。こいたら、そしたら借りて一発で体重差あるじゃない。体重そうよな。バシーン。刀剣どもはあの体重規制があるからの、いろいろ分かれておるが、相撲はないからの。それで終わったと。それぐらいのこの破壊力、極周山と申す者がいたしたる。あ、そのものは極周山、あの現世であの張り手で有名なもの。誰ぞ詳しいあの、ここで乗っかってきてくれんと困るな。立ち合いでな、残ったって瞬間にパーンやって相手がガクッと崩れ落ちる。有名な一幕あるな。誰ぞ詳しいもの。大体分かるものもあるけども、
あまり知らんというな、そういった反応だろうな。張り手と、なんじゃ、小手。小手だ。小手。ここですな。小手だ。習いたいの。これわかる。いや、しっかりとは。ちょっと習得しとるの。ただあれ普通の張り手じゃないですね。ああ、落ちてる。そうか、平手打ちとのこの張り手はもう全然威力が違うからの、まあ、人前見たんじゃなくて、これがこう平手打ち、これ張り手、飛び方全然違うからの。これ信長さんが来たしそうですね。ああ、そうだ、呼ぶか。今北海道か。その話があった際には実際にやられるという行わ方がいいかも。あ、その方が賢明かも。まあ、とにかく体重が乗りますから、うん、よし。つまり刀剣で申すところの張り手が、例えば右手利き手のものが左フックが入ってて、右ストレートが焦点のような違いです。体重が乗っとる、入ります。あ、ただこの張り手と焦点を生かしながら張り手と焦点交互にやらせた。よし、わし怪我するとこじゃって、怪我したやめかけたんじゃない。あ、やめてください。トップ側は前へ。もう本日は弱まいたな。ありがとうさん。じゃあ今日暑かったからの、みんな体調管理しっかりしてちょうよ。帰ったらしっかりこう首を冷やしたり、あの水に浸かったりしての、飲んじゃ体温落とせ。前へは、しっかりしての、来週の前演部楽しみにしてちょうよ。さらばじゃ。解散通りました。